皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画1本目は、好調者虫キングスーパークレクション。ということで、今日はゲーム紹介動画で、虫キングオフ会の話をします。まあ、いつものことなんだけどね、土日は。今日もね、昨日と同じく、まあ、大体同じメンバー。大して変わってない。一人二人変わったくらいかな。でもまあ、昨日と同じく盛り上がりましたな。なんて言うんだろう。説明するのが難しいんだけど。まあ、盛り上がったし、楽しかったし、いいことは多かったんだけど、まあ、悪いことっていう悪いことじゃないけど、ちょっと一つ、なんだろう、注意があった。マナーの悪い人が一人いた。その人何回か、先週もかな？参加してくれてたんだけど、何回か先週、3週連続くらいかな？来てくれてんだけど、昨日はいなかったね。ちょっと、微妙な人。あんま、出禁とかはしたくないんだけど、あんまひどかったら出禁なんじゃないかな。人に迷惑かけるとかじゃないんだけど、ちょっとね、思想がちょっと、偏ってるっていうか、ちょっとそれで喧嘩までいかないんだけど、参加者の一人と、ちょっと、揉めた？揉めたわけじゃないんだけど、まあ、そこで、ここで言うことじゃないよねっていうことをさ、話してて、外でやりなさいって俺が言った。誰も止める人がいなかったから、お母さんどうします？あれって言ったから、俺止めに行くわ、つって止めに行って、申し訳ないけど、外でやって、つって。外でやるか、中では平和に過ごすか、どっちか選んで、つって。あ、じゃあ外行きます、つって、外行ってくれたけど。あんま出禁とかにはしたくないからさ、その人本当悪い人じゃないんだよ。ただ、ちょっと今回、まあ、意見の食い違いみたいなのがあって。誰しもさ、あるからね。ねえ、やっぱり、なんだろうな。キノコタケノコ戦争みたいなもんだよ。答えのない、戦争って言っちゃあれなんだけど、答えのない論争というかさ、多分、その言い争いに答えはないと思う。どっちが正しいとかないから。俺も多分、端から聞いてればどっちが正しいとかないし、人それぞれだと思う。ただ、口論になるっていうか、あんまね、揉め事を起こすんだったら良くないよねっていう。それにどっちでもいいじゃんって言っちゃせだし、どっちの気持ちもわかるからな。さあ、強いて言えば俺は、まあ、片方によるのも良くないんだけど、まあ、どっちか選べって言ったら、まあ、どっちか選べるかなっていう。まあいいや、話が長くなりそうなんで切り上げます。とりあえず、今後もそういうことがあったら、まあ、気をつけなくちゃなっていう。万が一さ、怪我人とか出たらさ、面白くないからね。なんていうかな。楽しみに来てくれてるのにさ。とりあえずそういうことがないように、と思います。それじゃあ、じゃんけんをして使用します。じゃんけんぽん、チョキでした。それじゃあ、私もよろしく。